佐竹学は、北海道札幌市手稲区出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は、オリックスバファローズの外野守備、総類コーチを務めている。小学生時代、札幌市手稲区にある、富岡ベアーズで頭角を表す。札幌市立富岡小学校、東海大学第4高校中等部、東海大学付属第4高校から、東海大学へ進学。 首都大学リーグ通算61試合出場、233打数86安打、打率、369、40打点、ベストナイン3回。1997年のプロ野球ドラフト会議で、オリックスブルーウェーブに4位指名され入団、デビュー戦でいきなり5打数4に安打と活躍するなど1年目から80試合に出場した。2004年オフ。 オリックスと大阪近鉄バファローズの球団合併に伴う分配ドラフトにより東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍。2005年のシーズンは開幕から出遅れるも、広橋金久コーチの元打撃フォーム改造が成功。自身最多の225打席に立ち、打率310の高成績を残し、キャリアハイの成績を上げた。 9月27日の対ソフトバンク19回戦にて、球団初のランニング本塁打を記録している。2006年のシーズンは、またしても不審にあえぐようになり、シーズン終了直前に、戦力外通告を受けたのを機に現役を引退した。2007年からはコーチとして楽天に止まった。2009年まで一軍外野守備、走塁コーチ、試合時は一塁ベースコーチを務めた。 2010年はフルス、オリックスのフロント編成部入り。2011年からは、オリックスの一軍がイ守備総類コーチに就任。2017年は二軍ヘッドコーチに配置転換された。2018年シーズンから再び一軍がイ守備総類コーチを務める。現役時代に1回、コーチ就任後に2回、暴力行為を理由に退場処分を受けている。ありがとうございます。